垂水市は、鹿児島県の中部、大隅半島の北西部に位置するし、垂水市街地大隅半島の北西部、鹿児島市から桜島を挟んで、東側向かいの場所に位置する。市域西部は、鹿児島湾に面している。中心市街地は、海岸沿いの底平地に発達しており、市域東部の内陸部は、白須大地と山地になっている。 市西川に隣接する桜島はかつては離島であったが、1914年の大噴火で、樽見市と地続きになった。そのため、松ヶ崎地区では2メートルほど灰が積もり、小学校が埋まって、噴火前までの資料は不明となっている。九州の市では最も人口が少ない。旧牛根村境、ふもとは、樽見市の市政志向と同時に、牛根を干渉するようになった。 旧新城村新城村時代は大技が設置されていなかった。1958年に一部を鹿野市に編入その後の追加町名1945年8月5日、旧肝付群樽水町はアメリカ軍の空襲に遭い、市街地が大きな被害を受けた。翌1946年、樽水町は戦災地復興都市計画対象地の一つに指定され、 中心市街地では、消失地域185,520坪のうち12万坪について都市計画事業が実施された。その結果、大技田神の一部で以下の町名が新たに誕生した。1970年、垂水ナ南側の干宅事業が完了し、新たに一町が設置された。1997年、垂水新港付近が埋め立てられ、 新たに一丁が設置された。垂里の丘里屋跡に現存する、お長屋江戸時代の垂水市域は、全域が薩摩藩領であり、垂水号は、島津号一門家であった、垂水島津家の資料として、新城号は、新城島津家の資料として、牛根里は、薩摩藩の直轄領として統治された。上記の三鏡は、町村製紙工寺の三村に、ほぼ継承されている。 垂水里とう根里は、大隅国大隅軍に、新四郎号は、肝木軍に属していた。明治初期には、大隅軍と肝木軍の役所が垂水に置かれていたが、1887年6月に、かのや里へ移転している。詳細は、垂水市議会を、参照の水産業では、ブリカンパチの養殖、インゲン豆、キヌサやエンドウなどの野菜、ビワポンカンなどの果物、 豚などの畜産が盛んである。しかし、農家数は減少の一途にある。垂水市に本社を置く、主要企業を垂水市で産出する、ミネラルウォーターのブランドに、財宝温泉がある。2015年に、垂水港、峠太市陽光発電所が竣工した。市立並行した、中学校市立鹿児島市へのアクセスへの、重要な入り口である、垂水港市内に、鉄道は通っていない。 鉄道、編集1961年4月13日に、鹿屋市の古港駅から、垂水市の海型駅までの区間が、古港線として開通ししないに、初の鉄道が通る。1972年9月9日に、海型温泉駅から国部駅までの間が開通。同時に、路線の名称が、古港線から大隅線に改称された。海岸線を通り、 垂水市を縦断していたが、1987年3月14日に大隅線の全線が廃止され、市内から鉄道が消滅した。垂水市の中心駅は垂水駅であった。廃線後の JTB 時刻表には、垂水港バス停が中心駅として記載されている。県庁所在地の鹿児島市から自動車で移動する場合、途中で桜島フェリーを利用して、 桜島を通り抜けると、およそ1時間で、垂水市へ行くことができる。また、鹿児島市内の鴨池新港から、垂水新港まで所要時間35分で、垂水フェリーが運行されている。かつては、JR 九州バスが、国部垂水間に運行されていたが、現在では、廃止された。高速道路、編集市内に高速道路は通っていない。最寄り IC は、 東九州自動車道国部インターチェンジ、九州自動車道鹿児島インターチェンジなど、一般国道、編集県道、編集専門委員長、ありがとうございます。